2本目も大体同じですからね、2本目の説明したいと思います。一足一取る大中段ですね。一足一取るの間合いから打ち立ち、相手の小手、小手、これを切っていきますけども、これは小手を切り下ろした位置、これ切り下ろした位置って止めます。下まで切り下ろさない、ね、そこが打ち立ちのね、からしっかりとここのめがけてしっかりと切ってる。最初からね、外すじゃないです。ちゃんとここをどのように打突するのか、これをきっとやってください。右小手をきっとね、外す。正しく、このうちで打つということですね。これは2本目は全部大技ですから、振りかぶって。振りかぶった時には、健全な両拳から下がらない。ここまで。これ原則の45度。そうでなくても、連続してやるときは45度で止まらないんだからね。それは、肩線が両方しか下がらないということです。ここまで振りかぶって、打つということですね。はい。ほら、はっ、おっ、はい。さあ、打ち立ちはこれでいいですね。ここの治療した位置です。それで、左足から元へ。原本にも左から帰る、左ともに右足から帰る、元に帰るその足ですから、ね、決められるんです。そのところもないと思ってください。どちらから帰る、一番こだすとね、半本ね、帰る、左から帰る、ね、もうちょっと逆の足から帰る、今度はあとは全部は順の足、右手で左手で左足から帰る、ね、はい。牛たちはこれでいいですね。牛たちは小手を切っていきます。それを左斜め後ろにさばいて、これを大きく抜きます。剣線は下段の高さまで下げて、ね、相手の胴の下で半円を描く心持ちですね。心持ち、はい、極端にこうじゃないですね。心持ちですから、そういう心持ちで、1秒です。正しく打つ。正しく。